ポケモンゲットだぜと開けたり閉じたりできる立体的なモンスターボールを作ります。使うのは赤と黒の折り紙、赤と白の折り紙、そして直径2センチの白い丸シールです。シールがない方は紙を貼っても結構です。それではまず赤と黒の折り紙で上の部分を作っていきます。折り紙を裏返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。合計3回中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。合計3回中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。ここまで折ったら全体を広げます。この中央の三角を前後に引っ張ると上手に広がります。全体を90度回しまた手前の角を中央に折ります。同じ工程を繰り返していきます。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。3回中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。全体をひっくり返しこちらの角も中央に折ります。折り筋をつけ、さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。このような細長い形を作ります。全体を広げます。
この中心から1、2、2つ向こう側、さらに中心から1、2、2つ手前、中心から1、2、2つ右、中心から1、2、2つ左、このような4つと4つの四角、この外側の角、外側の四角にこのような斜めの折り筋をつけていきます。4つ斜めの折り筋をつけていきます。まずはこの折り筋をつけます。このようにここの手前ですね、そこまで折り、ここに折り筋広げます。90度回し、次にここの折り筋をつけます。手前の端をこのようにこの折り筋の手前に折り、そしてここに折り筋、さらに90度回し、続いてこの折り筋をつけます。手前の端をここまで折り、折り筋、さらに90度回し、このような折り筋をつけました。続いてこの小さな折り筋の外側にこのような外に伸びる折り筋をつけていきます。手前の端を向こう側に折ります。そしてこの三角2つ分折り筋をつけます。こちらもこの三角2つ分折り筋をつけ広げます。このような折り筋をつけました。90度回し、同じように手前を向こうまで折り、この三角2つ分左側も三角2つ分このように折り筋をつけました。こことここに折り筋をつけました。全体をひっくり返します。ひっくり返してこのように置き、手前の角1、2段分をこのように折ります。さらに1段分折ります。今度はここを半分折ります。このように少し半分だけ折ります。半分だけ折ったら、今度はその折った部分を中に折ります。このような細い帯を折ります。向きを変え、反対側にも同じように折っていきます。 1、2段分折り、さらに1段分折り、その半分を折ります。
そしてその折った部分を中に折ります。このように折ります。続いてこのように持ち、先ほど折った小さい折り筋、ここを頂点にこのように富士山のような形に折ります。富士山のような形に折り、中の三角はこのように出っ張らせます。出っ張らせてこのように右に持ってきて、この折り筋、内側からこのように押して盛り上げます。ここは台形にへこむ感じです。その隣、こちら側同様にこの細い折り筋を頂点にこのように富士山型に折り、中を出っ張らせます。出っ張らせて、今度はこの部分、このように左に持ってきます。こちら側に持ってきます。そしてこの折り筋、中から押して膨らませ、ここは台形にへこませます。この端がここに来るようにこのように折ります。反対側もここがここに来るようにこのように45度折ります。そしてここに軽く小さく折り筋をつけます。続いてこの折り筋をここにつけるようにこのようにへこませます。間をへこませてこのように折ります。こちらもこのように折った、ここを立てるように間をへこませてこのように折ります。お家のような形を作ります。そしてこの先を裏側に折り、丸い感じにします。角をへこませます。ひっくり返します。内側のこの部分半分折ります。ちょっと見えづらいですが、このように半分折りました。さらにここを45度、90度ですね、45度折ります。すいません、45度、このように折ります。このように折ります。こちら側も同様にここを45度折ります。このように折ります。表を向けるとこのような形になっています。反対側、
反対側も先ほどと同様に折っていきます。でまずこちらからこの小さい折り筋を頂点にこのように富士山型に折り、中を出っ張らせます。出っ張らせてこの部分右につけてこの折り筋中から押してここを台形型にへこませます。反対側その隣この小さい折り筋を頂点に富士山型にへこませ中を尖らせます。尖らせてこのように今度は左に持っていきます。そしてこの端がここに来るように45°折っておきます。こちらもこの端がここに来るように45°折っておきます。そしてここが縦になるようにへこませます。間をへこませてこのように立てます。こちら側もこの部分が縦になるように間をへこませて立てます。お家の形を作ります。こちらのお家はこの折り筋から下に向けてこのように折ります。裏返して中の部分この出っ張りをこのように中に押し込みます。このようなすっきりとした形を作ります。ここに直径2センチの丸シールを貼ります。丸シールがない方は白い紙を切って糊で貼っても結構です。これで上の部分ができました。続いて赤と白の折り紙で下の部分を作っていきます。赤い面を上にして三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中央に折ります。先ほど上を作った工程と同じです。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。折りやすいように向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。
さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。このように細長く折ります。ここまで折ったら全体を広げます。中の三角を前後に引っ張って広げます。そして90度回し、また手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。合計3回中央に折ります。全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に、さらにさらに中央に、合計3回中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。ここまで折ったら全体を広げます。この中心から1、2、2つ向こう側の折り筋、1、2、2つ手前の折り筋、中心から1、2、2つ右の折り筋、中心から1、2、2つ左の折り筋、このような四角、この四角の外側の角の四角のこの対角線、この位置に折り筋をつけていきます。まずこの折り筋をつけます。ここまで折って、ここに折り筋、続いてこの折り筋をつけます。このように折って、ここに折り筋をつけました。続いてこの折り筋です。で折り筋、さらに最後の部分、この折り筋をつけます。このように折って、このように 1,2,3,4 つの小さい折り筋をつけました。全体をひっくり返します。この小さい折り筋の外側に折り筋をつけていきます。まず全体を半分に折り、この三角2つ分折り筋をつけます。こちらも三角2つ分折り筋をつけます。このような折り筋をつけました。折りやすいように90度回し、また全体を半分に折ります。
そしてこの三角2つ分、こちらも三角2つ分折り筋をつけます。このような折り筋をつけました。このように置き、角を角から1、2、3回折ります。90度回し、ここも1、2、3回折り筋に合わせて折ります。90度回し、また1、2、3、3回折ります。ここも同様に1、2、3回折ります。持ち上げて、この小さい折り筋を頂点に、このように富士山型に折ります。富士山のような形に、このようにします。そしてこの部分もこのように少し盛り上げるように折って、中は内側でペタッとくっつけます。くっつけて、くっつけた先は右側に持ってきます。このように右側に持ってきます。そしてその上から1段、この1段を中に折ります。そしてこの折り筋、内側から押して膨らませ、ここは台形にへこませます。この右隣、同じようにこの小さな折り筋を頂点に、このように富士山型にへこませて、この部分ぴったりくっつけます。くっつけて、くっつけた先を右に寄せ、ここは台形にへこませます。そしてこの1列、このように内側に折ります。内側に折って固定します。その隣、この折り筋をてっぺんにして、このように富士山型にへこませて、間をぴったり、中をぴったりくっつけます。そしてこの折り筋、内側から膨らませ、このように台形にへこませます。そしてこの1列を折ります。折って固定します。このような形を作ります。最後の角です。この小さい折り筋を頂点に、この短い小さい折り筋を頂点に、このように富士山型に折り、中をぴったりくっつけて、
この部分は台形のような形にへこませます。そしてこの部分閉じます。これで下の部分が完成しました。上下を合体させます。この下の尖ったところ、このように軽く直角に折っておきます。そしてこの内側の部分、折った部分を一旦このようにめくります。このようにめくります。そしてこの三角、黒い三角を差し込んで、そして再びこのように畳みます。こうすることで取れにくくなります。この付け根の部分、しっかりとこすって折り目をつけておくと開けたり閉じたりしやすくなります。この下の部分を持って振り上げて開けることもできます。ぜひ作ってみてください。ポケモンゲットだぜ。